あの打ち上げの後、トレイニーさんのことを知ってか知らずか、梅雨が始まった。異世界にも梅雨はあったのだ。今日も雨すか。毎日これじゃ気がめいるっすね。あらあら、そんなこと言わないでください。雨は必要なんです。天からの恵みを大地がたっぷりと受け止めて、緑は茂り、虫たちが増え、小動物が繁殖し、またそれが土に。あら、深夜寺、そうして森は着々と大きくなっていくのですから。へえ、だからちょっと太ったんすね。あっ！